はい、皆さんこんにちは。今日もない、歯もない、金もない、川原浩二です。皆さんこんにちは。東京都、本日ですね、12月27日、日曜日なんですけども、東京都の新型コロナ感染者、新規感染者が日曜日にもかかわらずですね、708人ということで、速報値出ましたんで、動画の方をアップさせていただきました。だね、25日、遡ることをちょっと前ですねすいません、菅首相がね、記者会見で、静かな年末年始をおっしゃっておられましたけども、これどうなんでしょうね、静かな年末年始って家にこもっとけっていうことですかね、外へ出ればね、感染するっていう怖さ ありますよね。でまた今日のニュースでもね、お昼のニュースでもやってましたね、イギリス便のパイロットさん、これ日本の方だと思うんですけども、この方とこの方のパイロットの方と奥さんが変異したね、コロナウイルスに感染してるということでね、現在2名ですか、変化したコロナウイルスに感染してるということで、これも日本に上陸してるのと一緒でね、広がっていく可能性があります。この人たちから広がるんじゃなくてね、まだ飛行機を止めるとか、そういうふうなことを言ってますけどもね、こんなもん、いくら飛行機止めてもね、ウイルスみたいなもんは風に乗って飛んできますね。春先になれば黄砂で砂が飛んでくる、砂みたいな重たいもんでも飛んでくるんですよ、ウイルスがね、あちこちから変化したウイルスが日本へ、飛んでくるっていうのはね、これは想定できることだと思います。どうしてここまで来てる状態で政府は非常事態宣言を出さないのか、お願いばっかしですよね、政府は。まあ私たちも官邸メールでね、お願いはしてますけどね、政府はメディアっていう、新聞メディア等々を使ってですね、静かな年末年始をなんて憂鬱なことをおっしゃっておられますけども、我々庶民ね、食料も買いに出なくちゃいけないね、風邪ひいた、薬局にも行かないといけない、熱が出た、子供が熱を出した、病院にもね連れて行かなくてはいけないね、本当に政府は何を考えているんでしょうか。もう私のこのハゲ頭の上にハテナマークがいっぱい出てますね。ということでね、皆さん年末年始ね、大寒波が来るっていうことでね、私の知り合いなんかはね、28日から白馬にスキーに行くとかって言って、いいなお前はっていう話をね、昨日電話でしてたんですけども皆さんはね、どのように年末年始を お過ごしのつもりでしょうか、どのようにねお考えでしょうかということでね、今年もこれ今日27日最後の日曜日ということでね日曜日にもかかわらず新規
コロナウイルスの新規感染者が708人ということでね、もう交通事故でね、会う確率よりかはコロナにかかる確率っていうのは低いかもわからないです、考えようではね。でも交通事故には原因があるわけですよね、相手がいてるんですよね、訴えることもできるんですよね。これコロナかかっちゃうと訴えるとこともどうすることもできないですよね。皆さんね、くれぐれも気をつけてね、行動をよろしくお願いしますっていうのと、鑑定メール皆さん、頑張って、送っていっていただいてますか。私今日3回送りましたね、朝昼おいてこの速報値が出た直後鑑定メールを送って、動画の方を配信させていただいておりますね、何回も言いますけど皆さんのね協力が必要なんです。どうか鑑定メールご協力をお願いしたいと思いますね。一文一行でも結構です。金がないどうしてくれる、助けてくれ、給付金配れね。これ非常事態宣言が出ればね、おそらく全国でですね、地方の非常事態宣言では、給付金っていうのはその自治体によって違うとは思うんですけども、これ国がね、とっとともうコロナ災害というふうに認めてしまえばいいんですよね。で緊急事態宣言バーンと出しちゃえば給付金ね、出ます。まあ私の場合はね、持続的継続的に、給付金の支給をお願いしますということをねメインでやってますんで、まあそれ辺は難しいかもわかんないですけども、まあ定額給付金出ればね、あれですね、ごめんなさい、言葉が詰まっちゃいました。非常事態宣言が出れば給付金が出ると、これワンセットになってるんでね、皆さんも諦めずに鑑定メール、金出せ生活ができんぞという、鑑定メールをね、一つお願いしたいと思います。またね新たな動きがあれば動画の方は配信させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね、何か動きがあれば動画の方を上げさせていただきます。失礼します。ありがとうございました。